はい、ホンダのバモスですね。この車両のですね、水回りを交換したとき、例えば、クーラントの交換、ラジエーターの交換、ヒーターユニットの交換、ウォーターポンプの交換などなどなど、水回り系のですね、ものを交換した場合にエア抜きをすると思うんですけれども、こいつがなかなか、抜けてくれないんですね。はい、この車両にはですね、3箇所のブリーダーが あります。この3箇所からですね、まずはエアもしくはクーラントが出るまで、開きっぱなしにしていてですね、で、クーラントが出てきたら締め込んで、次に、車両の前方をですね、上げて、そこからアイドリングをしながら、地道にエアを抜いていくという作業になっていきます。それではやってみましょう。Thank you.
うん、